日の午後12時半くらいのこと。病気になりそうなほど眩しい日差しの中、することもないから君と誰でいた。でもまあ夏は嫌いかな。猫を撫でながら君はふてぶてしくつぶやいた。逃げ出した猫の後を追いかけて飛び込んでしまったの。バカに変わった時、バッと通ったトラックが君を引きずって泣き叫ぶ。血しぶきの色、君の香りと混ざり合ってむせ返った。嘘みたいな回路が嘘じゃない、ずって笑ってる。夏の水色かき回すようなセミ。時計の針が鳴り響くベッドで、今は何時？8月10日の午前12時過ぎくらいを指す。やけにうるさいセミの声覚えていた。でもさ、少し不思議だな。同じ公園で昨日見た夢を思い出した。道に向けた時、周りの人はみんな上を見上げ口を開けていた。なんか刺激が手中が君を貫いて突き刺さる。つんだく夢と不倫の音が木の隙間で空回り、わざとらしい影のが夢じゃなくって笑ってる。膨らむ視界に君の横顔は君の瞳と気にしむから。